ファーミングデール駅とは、ロングアイランド鉄道の本線にある由緒ある鉄道駅である。サウスフロントストリートとアトランティックアベニューに接しており、セカトーグアベニューのすぐ東にある。この駅は2面のプラットフォームとそれらを接続する地下の歩行者専用道路を有する。駅舎は南側のプラットフォームにある。駐車場は線路の両側で利用可能である。この駅は、 ペンステーションの東32マイルにあり、ナッソー軍とサフォーク軍の境界から西に0.3マイルほどの距離にある。2012年11月12日時点で、平日と週末の両方で数本の列車がここを奇襲点にしている。ファーミングデール駅はロングアイランド鉄道の延伸に伴い、1841年10月15日に建設された。 現在の駅舎は1890年に建て替えられたものである。変電所が1908年から1909年の間にハンティントン鉄道のために追加された。ロンコンコマ支線の電化事業により、1987年6月に電化された。1991年11月13日、アメリカ合衆国国家歴史登録罪に登録された。 1996年、総合陸上輸送効率化法による連邦政府の補助金を駅舎を修復するために得た。2002年全米オープンと2009年全米オープンがベスページ州立公園で開催されている間、この駅はベスページブラックコースへのシャトルバスとの乗り換え駅として観客によって利用された。二千九年には全来場者のうち約ントが ロングアイランド鉄道経由で到着した。この駅は高床の相対式ホームを2面有し、どちらも有効庁は12両である。本線はここでは2線である。1番線と隣接する北側のプラットホームは通常、西行きまたはニューヨーク行き列車が使用する。2番線と隣接する南側のプラットホームは通常東行き列車が使用する。 駅の約1マイル東のファーム信号場で本線は合流し一線となる。本線はこの地点から東側ではわずかな交換施設は例外として単線となる。この支線の容量を増加させるため複線区間の最後の駅であることから数本の列車がファーミングデールを奇襲点としている。駐車場は線路の両側で利用可能であり、 ファーミングデール村の居住者用あるいは非居住者用の許可証を有するか、パーキングメーターへの支払いが必要であるが、週末は無料である。もう一つの駐車場は、フロントストリート沿いの駅の西側、エリザベスストリートの西側沿いの私有地の後ろにあり、コーネリアストリートからアクセスすることもできる。ここも許可証を有していれば、居住者か否かを問わず駐車することができる。 ウィキメディアコモンズには、ファーミングデール駅に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。